皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。私の報徳学院という学習塾、これは静岡県にある学習塾なんですよね。ですから今日は静岡県についての話をします。私は静岡県じゃない、僕は静岡県に住んでいないという人はすいませんけれど、この動画パスしちゃってください。静岡県では来週2月の2日と3日火曜日と水曜日ですね、私立高校の入試があります。皆さんはぜひ、受験する皆さんは頑張って普段の力をしっかり出してください。これまで一生懸命勉強したその実力を本番で発揮できるように、体調管理あと少しですけどしっかりしてください。寝不足にならないようにしっかり寝て、美味しいものを食べて、風邪なんかもひかないようにぜひ気をつけてください。そうすることでね、本番の試験で普段の実力を出せます。さてここで静岡県についてなんですけれど、最近の静岡県の高校入試の傾向についても少しお話ししたいと思います。これは2020年度、今年度ですね、の最新情報からのものです。ただし、ね、なぜそうなったのかと、私はそう考えますということはなしで、実際の数字だけを紹介しておきます。1番として、公立高校で定員割れする学校が増えている。静岡県って地方の県なので、以前は公立高校を受験したいという人たちがすごく多かったんですね。そして私立高校を併願でという、こういう形だったんですけど、最近はもちろん人気のある公立高校ありますけれど、そうじゃなくて定員割れする高校がすごく増えています。静岡県全体でも公立高校の受験希望者、つまり公立高校を受験したいというその人数は、公立高校の募集人数より少ないんですね。で、およそ現時点で、今日は1月の28日なんですけど、現時点で500人下回っているんですね。それに対して以前は公立高校の併願滑り止めとして扱われていた私立高校、こちらに人気が移ってきています。私立高校を単眼で受験する中学生、これは増えています。そして単眼者だけで募集定員を満たす学校、こういう高校がいくつも出てきています。で、私立の高校の募集定員の定員人数、これ試写簿にしたものがあるんですけどもね、11,600人ですけれど、これに対して単眼だけで受験する生徒およそ9100人います。あと2500人いたらもう私立高校全体の募集定員に達してしまうということなんですね。もちろん併願者はたくさんいるので単純に比較はできないんですけれど、現時点では公立高校のトップ校は相変わらず人気があるんだけれど、そうじゃない学校の人気をして、そちらに進めるよりは私立高校を単眼で受けるという生徒が県内では増加している、こういう傾向にあります。まあ話はここまでなんですけど、ぜひね、この2日と3日の入試受験する皆さん、頑張って合格してください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。